大輝が株のお勉強。よろしくお願いします。偉人女教師から株で儲ける極意を学ぶ積み立てニーサってなんだ。熱狂ガテン録大輝。この番組は現在無職の亀田大輝が体を張り勝負をし、あらゆる手段で貯金1億円を目指す実録お金儲けドキュメントである。熱狂ガテン録大輝始まりました。今日は見てください、これですわ。勉強ですわ。勉強ですか。そう、勉強。ちょっと株ちょっとやろう。株で儲かってる人多いやん。でも俺全く株知らんから、今日先生来てもらってて株教えてもらおうと思って。いかつい先生来てないびっくりすると思うんで呼びます。そうっす、やっぱ喋ってるな先生大丈夫かな先生。先生、先生お願いします。先生、先生しゃべってるよ先生全然聞こえへんよ先生。サワー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 。先生お願いします。お願いします。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。いかついやろ。何が久々にこんな格好したんだけど。スギホロオンリー。自慢のティーカップを武器に後期の試合のラウンドガールも務めた元グラビアアイドル。最近では株式投資を生かした在宅タレントとしても活躍。そのトータルの利益は15年かけて何億かっていう、何億かっていう、何億かっていう。マジか。15年かけてですよ。億か。そうですね。車買えんな。買えますね。だからまあお金に働いてもらってください。あ、お金に働いてもらってください、はい、自分はまあ遊んでもいいし自分の事業をしてもらって、うん、その間にお金に働いてもらってください。じゃあやりますよ。はい、お願いします。はい、ではまず最初に、はい、そもそも株とは、はい、株ってどういうものか知ってます？株はもう僕ざっくりと言うと、はい、ざっくりですよ、はい、全くわかんないですよ、はい、かけるっていう感じでかけて、それがその株が上がったら、うんうん、まあ儲かるし、下がったら負けるしっていう、うんうん、そんな感じしかわかんないですけど、ざっくり言うとそうなんですけど、株式会社ってあるじゃないですか。ありますね。株式会社が資金を集めるために発行する証明書のことを株って言うんですね。だから上場している企業さんだけが登録されてるんですけど、その株券を私たち投資家が買って株主になって、いい株を安く買って高くなった時に売るんですね。そこ分かんないじゃないですか。あ、タイミング。それは難しくないですか。あ、でもこれがね、分かるようになるんですよ。すごいな。ゲームが好きなら、例えば最近で言うとプレステ5が発売になってなりましたね。絶対に人気になると思いません？思います。そしたらもう発売するって分かった時点でソニーを買っとけば絶対、絶対とは言いませんけど、まあまあ、上がるんですよ。でもそんなみんな買うんじゃないですか。だけどやってる人が日本人で何パーでしたっけ？ 10 パーもいないんですよ。そう。だからそういうの見つけたら買えばいいっていうだけのシンプルなものなんですよ。ただいかにいい株を見つけるかっていうことですね、はいはい、株とは。そういうことでいいんですよ。わかりました。はい、わかりました、はい、じゃあ株の始め方、じゃあいざどうやって始めたらいいのか、わ、うん、かります。わかんない。え、サワーサワー。株はですね、今だと自分でスマホ一つで始めることができるので。あ、携帯で。そうです。なので証券会社行く必要ないし、証券マンとお話しする必要もないので、楽天証券とか松井証券とか、まあ、その楽天のこのメリットとかそういうのは、各社ちょっとずつ手数料が違ったり、一番手数料安いやつっていいんですか。細かくあるの で、 高いです、ね、だけどあの銀行口座をあの選ぶときと同じぐらいの感じです。あ、そうなんですか。それで書類とかが届くので、ちょっとこれややこしいんですけど、はい、マイナンバーカード、マイナンバーカード持ってます？まあ持ってますね。マイナンバーカードと印鑑、あと本人確認書類、免許証とかね、 あとは金融機関の口座、それを用意しないと始めることができないんですね。自分の預金通帳からお金を動かすので、あ、そうですね、お金が関わってくるので、ちょっとね、賃貸契約するのと同じぐらいの個人情報こうやり取りがあるかなっていう、ちょっと面倒くさいけど。それは何日ぐらいでできるんですか。で、最短で即日できます。え、今最短か翌々日ぐらいでできる証券会社もあるので、すぐできます、はい、株が上がる時
き下がる時ってどういう時なのかっていうことですけど、うん、どういう時に上がると思います？いや、僕言うと、もうプレイステーションが分かりやすい。そう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 。そういう、なんていうんですか、その例えばなんか新商品が出たとかそうっていう時に上がって、そう下がる時っていうのは、うん、まあ、例えば車やったら事故したとか。そうですね。リコールがあったりとかね。でもそんな事故することなんか読めないじゃないですか。まあ確かにね。まあ、そういう時は想定外のことなので。なんかちょっとリスクがある株はやめた方がいいのかな。うん、そうですね。私は個人的にですけど、はい、口に入れる商品の会社さんは買わないようにしてます。口に入れる、あ、食べ物とか。食べ物系とかは、あ、そうか。いつそう食中毒があるかとかちょっとわからないので、もともと触らないようにしてます。まあ自分でやり始めてから、ポイントを掴んで選べばいいと思うんですけど、やっぱり増資を発表したりとかする会社さんがいるんですね。増資？要は自分の会社さんが新しいビジネスをするためにちょっと資金が足りないので増資しますって発表すると、この会社今お金に困ってるんだって思われてしまうので、うん、ちょっと株価が下がってしまったりっていうのがあるんですね。だからそういう情報をどこで得ることができるかっていったら、その会社のホームページに行くと IR っていうページがあるんですね。IR を見ると書いてあるんです。この会社の決算がいくかとか、今期の業績がいくらなのかとかっていうのも細かく出てるので、それで上がるとき下がるときをみんなチェックするんですね。株は多少なりとも勉強しないと勝てないです、やっぱり。うん、だからこういうのは癖で分かるようになります。癖で？癖、そのセクターって言われる、じゃ自動車関連なら自動車関連、ゲーム関連ならゲーム関連のセクターによって癖があるので、年末はすごく動くとか、ゲームだと年末年始は動くとかっていう癖があるので、分かってくるようになると思います。売る方が難しいんですね。買うのは結構簡単なんですけど。なんで売るの難しい？だって欲張っちゃうから人間って。ああ、これ買った買った。まだ行くんちゃう？そう、明日行ける、明日行けるってみんなそれ思ってるから、あ、そのままダーって下がっていく。引く勇気やね。そうです。勝ち逃げや。そう。だから勝ち逃げするためにはポイントなんですけど、売るときは自分でパーセントを決めるんです。自分で 5% 上がったらもう売るっていう風にもう予約を入れとく。ああ、予約ボタンあるので。ああ、そうなんですね。だから仕事してても予約ボタンで売りに入れとけば勝手に売れてるので。あ、 5% 上がったら、そうです、 10% 上がったらとか、うん、だからもう予約さえ入れとけば勝手に。だから 5% 下がったらどうなんですか？私は基本的に損切りって言って、うん、そのマイナスで売らないようにてるんです。売らないんですか？売らない。じゃあ上がるまで待って。上がるまで。じゃあ、ひたすら下がったらどうするんですか、先生？5年とかでも待ちます。嘘やん、ごっつしぶどいやん。しつこい性格なんですけど。あ、でもそいつは、まあ、下がっても、うん、何個かやってるってことですね。そうそう、何個か分散で投資しとけば、その間こっちの違う方で、まあ、頑張ってくれるからね。はい、頑張ってくれる。こいつはもう分かるまでひたすら待つんや。絶対待ちます。うわ、絶対待ちます。出た、こっちは。でもさ、今さっき言ってしまったんですけど、はい、やってはいけないことのその最大はやっぱり欲張ってしまうっていうことなので、そこだけ。あ、でもそれだけですか、やってはいけないことって。そうですね。あとはその誰かに聞いたとかネットにこう書いてあっただけで買うと大変な目に遭うので。大変な目に遭う。大変な目に遭う。下がったりとか。情報が出るとゴールって言われてるので、株って。あ、やっぱり買わせるために書いてあったりして、自分だけは早々と売り抜けてしまってる場合が多いので、ちゃんと調べないとちょっと大変かなって。結局自分のお金ですからね。自分の責任ですからね。うん、やっぱ強くなるためには勉強が必須。勉強って何を勉強するんですか？四季法っていうのがあります。四季法と、あと日経新聞。日経新聞読んでます？絶対見ひん。絶対見て。え、でも携帯で日経新聞って調べたら出てくるやん。あ、もちろんもちろん。じゃあ、いやアプリでいいです。アプリでいいですね。はい、四季法もアプリがあるから、アプリで見て。四季法。はい、四季法。よし、四季法か。そうだよね。書いてなかったよね。はい、ちょっと勉強できないんですよ。うん、四季法。しかもひらがないから。じゃあ、絶対見て。四季って。無理やね。毎年あるので。流行り株、うん、最近出てやっぱコロナ関連の株っていうのは流行り株の中に入ってくるので、いち早くチェックして買うとやっぱ儲かるので。でもそれ例えばですよ、はい、まあ、コロナって来るのなんて予想はまずできないじゃないですか。例えば買ってたら何パーぐらい上がるの？はいはい、3月ぐらいにガクンと去年の下がりました。半分ぐらいになりました、ね、ほとんどの株が。だけど戻して倍になりました。倍、今ほとんどの株が。コロナで大変だっていう時に頭を切り替えて、ここは仕込みの場所だって頭を切り替えて変えた人は多分2倍ぐらいになってる。株式投資ってキャピタルゲイン
その差益で、はい、儲けることをキャピタルゲインって言うんですね。はい、でインカムゲインっていうのは株を買って持ち続けてる間、売らずにね、持ち続けてる間に配当金だったり株主優待がもらえる、こっちで稼ぐことをインカムゲインって言うんですけど。あ、そんなんしないです。しないですか？あ、資金いきますから。もうでもキャピタルゲイン今なんでそれを説明したかっていうと、はい、1万円でキャピタルゲインって言ったら 10% 上がったところで1000円にしかならないんですよ。10% 上がっても、 10% 上がるってなかなかないんですよ、株で。え、そうなんですか？まあまあ1ヶ月ぐらい待てば上がるんですけど。いやいや、1ヶ月で1000円はあかんな、それは。そうなんですけど、やっぱり1万円だけでやろうと思うとちょっと限界があるので、1万円で始める場合はお勉強のためにもインカムゲイン方式でやった方がいいのかな。そうなんです。別にどっちに切り替えてもいいんですよ。1年で1億円ぐらい稼ぎたいそうですね。いや、でも夢じゃないですよ。そう、やる方もいらっしゃるので。稼いで車買って、すごい、ロレックス買ってとか、なんかすごいですね、うん、それバズりますね。そうで、バズるから、だから俺が下手したら借金するかもしれない。それもまたバズるから、信用取引やりまくって破産、うん、みたいな、 YouTube 終了みたいなそれそれで面白いと思いますよ。一番負けたのって何番組負けたんですか？いや、一番負けたのはでも200万ぐらいですかね。なかなか負けますね。ジャルが一度紙切れになったことがあるんですね。上場廃止になったことがあって、うん、まあ、それは私は欲張ったせい、まあ、やってはいけないことそう、やってはいけないことをやってしまったので、やってしまえばよかった。そう、早くに売ってしまえばよかったんですけど、もう二度とごめんだなと思って。あ、それはそうやね。それは嫌な思いですよねえ、逆に一番買ったのは2ヶ月ぐらいで600万ぐらいです。すごいね、それすごいな。え、でも600万勝つって言ったって結構は投資したってことですよね。でもね、それが一銘柄に1000万円ぐらい。1000万めっちゃ金持ちやん600万2ヶ月で買ったな。勝つことも全然あるので。何したんですか、それ600万っていう。何もしないです。もうさらにまた投資に回しちゃうので、ちょっとゲーム感覚になっちゃってるとこがあるので。そんなこと言ってみたいなねえ、もう言ってくださいよ。ちなみにその杉谷先生がコロナで動いた行動あるんですか？持ち株が全てっていうか、ほとんど半分になったので全部買い増ししていきました。え、ここにあったものがガクンって下がったので、これを全部買い増しをするとちょっと上がるんですね。8月ぐらいにはぐんと上がったので、結果成功だったのでよかったかな。買い増しっていうことは、お金がいるってことですね、うん、お金あるってことやね。だからそのために余剰資金っていうのは取っとかなきゃいけないから。余剰資金って、余剰資金っていうのは自分の貯金があって、私はいつも投資は 3,4 割でやってくださいって言ってるんですけど、6割ぐらいは残しておかないと何かあった時のチャンスで使えなくなるので。でも11万円やから、ね、もう残す金なんか3万円って投資ですあかんな。でなんかちょっともっとなんかもうボクシングもそうですけど、はい、痛い目見ないと強くならないと思うんですよ。一回別に負けてもいいから、うんうん、マイナスにならなければ、うんうん、もうバチコーンっていけるような。なるほど。で1時間ぐらいでとか、なんか10万円がなんかもうなんか3倍のぐらいでとか逆にゼロになるでとかいう、なんかそういうのもないんですよ。まあでもね、ほとんどの方はやっぱなくしたくないので、安全にコツコツ貯めれるっていう。あ、積み立てニーズって何なんですか？まあ、私も積み立て NISA はやってないんですけど、要はそのお金をちょっとずつ積み立てていく、いつ1万なくなったか分かんないっていう使い方をしている人とかは、コツコツこう銀行で貯めれるようにするっていうのがあるんですよ。もう1万円ずつとか、要はみんな老後とか働けなくなった時にこう貯蓄をしてたいけど自分じゃ管理できないかなっていうのでやるんですよ。投資の中では最大級に安全な方なので、そんな感じですかね。今ちょっとガードしてる時間ないんですよ。手出さない。確かにね、はい、時間がもったいないですよね。手出さないと倒れないんで、うんうんうん、はい、でも自分で手出したら自分も当てられて倒れるかもわかんないけど。そうですね、はい、まあでもいい、今いい時期なので。あ、いい時期なんて、これ嬉しいですね、うん、ちょっとあのギャンブル性の強いやつやる。ギャンブル性の強いやつわかりました。次回、大輝社長、大輝と杉原先生が桃鉄でバトル。は勝ちない。うん、水着なんですけど、はい、なんで先生の自前水着をかけた熱い戦いが始まる。借金や。最悪。大輝のサイン入り色紙をプレゼント、詳しくは概要欄をチェック。ご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。